あ、びっくりした。ただいま。え、何してんのお前。つか、なんで起きてんの。え、ていうか、なんで靴履いてんの。ねえ、寝てなきゃダメだろ。しかもそんな格好で。これ以上熱上がったらどうすんだよ。ほら、そんなとこ座ってないで、ベッドに戻ろ。ねえ。ねえ、どこ見てんの？俺の声聞こえる？どうしたの？なんで玄関にいんだよ。裸足のまま靴履いてるし。靴下は？脱いじゃったの？足冷えるよ。ねえ、ベッドに戻ろ。そんな格好で玄関にいたら風もっと悪化しちゃうって。ほら、靴脱いで。ね。なんで、なんで嫌なの。靴脱いでベッドに戻ろうって。玄関寒いよ。ほら、いやいやしてないで。足、上げて。ん？もう一回言って。え、なに？いなくなっちゃった？いなくなっちゃったって何がいなくなったの？な、ああ、待って。なんで靴紐結ぶの？ねえ、もうどこ行こうとしてんの？ほら、結ばないよ。靴脱ぐんだって。ね、いやいやしないで。ほら。ねえ、そのいなくなっちゃったって何？何がいなくなったの？あ、俺？いや、俺ここにいるじゃん。目の前にいるよ。ねえ、大丈夫？俺のこと見えてる？ここにいるじゃん。俺。さっきから反応鈍いな。ごめん、ちょっと顔触る。また熱上がったかな。汗かいてるし。ねえ、わかる？見て、こっち。俺のこと見て。わかる？俺のこと。いなくなってないよ、俺。ここにいるよ。ほら、今お前と手つないでる。ね？いなくなってないよ。よしよし。大丈夫大丈夫。ここにいるよ、俺。いなくなってないよ。泣かなくてもいいの。大丈夫。ここにいるからね、俺。ん？何？あ？出て行ったって、誰？俺が？いや、出て行ってないけど、コンビニ行ってただけだよ。え？嘘ついたって何？何の話？ごめんね。でも俺出て行ってないよ。コンビニ行ってただけだよ。いろいろ足りなくなりそうだったから買い出しに行っただけ。ほら見て。これ。水とかゼリーとか、お前が食べられそうなもの買ってきたの。ね。そう、コンビニ。
1階のコンビニに行ってきた。うん、ほんと出て行ったんじゃないよ。だから泣かなくていいの、大丈夫。ね、泣いたらさ、もっと体だるくなっちゃうから。よしよし、顔はあっちゅいな、ぼーっとしてるし。ほら、一緒にベッドに戻ろ。横になった方がいい。体つらいでしょ。よいしょ。あ、靴履いてたか。脱がすか。ごめん、靴脱がすからもうちょっとだけ頑張って座ってて。うん、ああそうだ、これ羽織っときな。俺の上着、パジャマだけだと体冷える。うわ、紐ぐっちゃぐちゃだな。力入らなかったのかよ。ん？ここにいるよ。大丈夫。どこにも行かないよ。よし、OK。うん、やっぱり足冷えちゃってる。大丈夫？動ける？早くベッドに戻ろう。あ、おいで、ベッドに戻るよ。うん、背中に乗って運ぶから。お、いい？乗った？じゃあ行くよ。せーの、よいしょ。ここにいる。一緒に戻ろうね。あ、靴下、あんなところに脱いである。後で拾うか。はいはい、大丈夫だよ。どこにも行かない。うん、じゃあ下ろすよ。うん、オッケー。あれ？上着ない。あ、途中で落ちたのかな。うん、あ、もう今度はなんで泣いてんの。どうした？俺ここにいるよ。嫌だったの？何が嫌だった？誰もいなかったって。ああ、そっか、そういうことか。それでずっと泣いてたのか。ごめんね、俺のせいだよな。うん、ごめん、ごめんね。ごめん、ごめん。びっくりしたよな、一人になってたら。そっかそっか、ごめんね。うん、お前最近ずっとさ、お前最近ずっと日中も夜も咳込んでたり、熱ひどかったり、ちゃんと眠れてなかったでしょ。でもさっき珍しくぐっすり眠れてたみたいだったから、タイミング的にその間に買い物行っちゃおうと思ってさ、お前のこと起こさないように出かけたんだけど、ごめんね。置き手紙とか何もしないで黙って行っちゃってごめん。そうだよな、一緒に寝てたはずなのに起きて一人になってたらさ、嫌だよね。ごめん、怖かったよね。ごめんね、一人にして。そっか、いなくなったってそういうことか。もしかして玄関にいたのって探しに行こうとしてた？俺のこと。
靴履いてたもんね。な、マジか。やっぱり危ねえよ。もうよかった、先に帰ってこれて。そっか、体つらいのに頑張って探しに行こうとしてくれてたんだよね。ほんとごめん、ごめんね、つらかったよな体。でももう大丈夫だからね。うん、もうどこにも行かないよ、約束する、ここにいる。だから安心してちゃんと布団に入って休もう。これ以上ひどくなったらまた病院行かなきゃいけなくなる。うん、俺も一緒に寝るからちゃんと布団かけてあったかくしてよ。はいはい、俺も入るから待ってね。うん、よいしょ。ああ、買ってきたもの玄関に置きっぱなしだ。まあいっか、腐るものもないし、玄関寒いし。ううん、なんでもない、気にしないで。ああ、そういえばさ、お前靴下なくて平気？寒くない？足。そう。もうちょっと、こっちおいで。あったかくしとこ。うん、辛そう。熱下がるといいな。ん？うん。大丈夫。ここにいるよ。お前が寝てる間もここにいる。うん、ほんと。どこにも行かないよ。だからちゃんと寝な。無理したから疲れたろ。大丈夫。そばにいるから。ずっとそばにいる。ここにいる。安心してお休み。